チタン18 Games。 はいどうもチタン18です。今日は今日も第5レテテテテイ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 ク2。はいどうもチタン18です。今日もギャングスターベガスやっていきたいと思います。これね、今ただいま深夜の1時半なんですけど、寝る前にね、あやべ今日のデイリータスクまだ終わってねえと思ってやろうと思ったらアップデートが入ってたんですよ。アップデートがあります、やりますかみたいな。それやるでしょって感じでね、アップストア行ってアップデートしてきたんですけどね、ようやくソルティカ来るかと思ったら違ったんですよね。ただね、かなり興味深い内容だったので皆さんで見ていきたいと思います。まずはイージーストリート。ストリートクレードがより簡単に楽しめるように難度が調整されたイベントでクレードをゲットしようと、まあ、散々文句言われてましたからね、本当にストリートクレードは。はい、これでね、もうちょっと簡単にクリアできるようになるのかなって、多分これ明日から来ると思います。で次、ドラゴンのコレクション。中国にちなんだコレクションがギャングスターに登場。怒涛のスピード、鋼鉄のボディ、灼熱の炎、ドラゴンのパワーを手に入れよう。これね、なんか今ね、ここの左下かな、どこに貼ってるか分かんないんですけど、真ん中らへん、じゃあ真ん中思いっきりドンって貼っとくんですけど、これあのアップストアの更新のねお知らせに書いてあることなんですけど、あの鋼鉄のね、なんて書いてあったっけ、これ今あれ見ずに読んでるから、ここの画面をね見ながら話してるから、アップストアのやつね、さっき読んだやつを思い出しながら話してるんですけど、まあそこに書いてある通りなんですけど、なんか鋼鉄の装甲車みたいな書いてないですか。であとなんか引き裂くスーツみたいな、人を引き裂くスーツみたいなの書いてあって、多分この左のがスーツの、でもねこれ顔がまたジェイソンでちょっとダサいんですけど、うん、で確かこのね上のドラゴンのやつはドローンです。はい、でこれ現実的な武器、派手でかっこいい銃が必要なの誰だ、君じゃないよな、ちょっとね日本語やっぱおかしいですよね、役がね、君じゃないよなってどういうことやねんっていうね。おなじみの武器を手にしようと。あとはストリートクリーニング、我々はギャングスターにとってベガスが最高に楽しい場所であるよ、ゲームを常に改良していますと。はい、ってな感じでね、多分明日のまあ金曜日の大型ショッピングにこれらが追加され、ストリートクレードに新しい報酬としてね、多分あのドラゴンのドローンが来るんじゃないかなと思います。いやね、寝る前だったんでね、なんかテンションが微妙な感じになっちゃいましたし、なんかドッカンバトルのね、ドラゴンボールのね、ドッカンバトルの引きもね悪かったんで、今回のフェス、うん、これワンチャンマジでソルティカー捨てられないですか、これ大丈夫かな、本当になんかソルティカーが見捨てられそうですごく怖いんですけど、はい、うん、でね、あの体調ちょっと崩した件に関してなんですけど、本当にね申し訳ありませんでした。一日休んでしまってね、あの結構視聴者の方々から、まあ、大丈夫ですよ、あの大丈夫だよって言ってくださって、本当にすごい助かったし、すごい嬉しい気持ちになりました。ありがとうございます。まあね、体調は気をつけて、まあ、こうやってね夜更かししてるのがいけないと思うんでね、もうこれ撮り終わり次第、とりあえず今日は編集これはなしでね寝ます。また明日の朝編集してね、これ明日の朝出せるかな、うん、まあ、できれば5時ぐらいには出して、夜のね夕方5時か6時ぐらいには出したいと思ってるんでね、はい、まあ、また更新が入り次第、また明日だから多分日本投稿になるのかな、これ含めこれとこれが多分朝に出て、ほぼ編集なしで、だからさっきのねアップストアのやつとかぐらいが編集されてるのかな、それぐらいでもうあとは5時に更新来たやつらを紹介していこうっていう感じですね。はい、とりあえずあとムービー報酬とね、左の右と上と左上を見てこの2個のデイリータスク終わらせて寝ます。おやすみなさい。バイバイ。あとこれ鳥今ね追加で撮ってるんですけど、クラシックのねデザインが変わった気がします。タイヤとね、なんか前のねフロントのデザインが変わって、なんか色がね黒のやつが灰色がちょっと薄くなったのかな、いかに違うで、なんか若干ねデザイン性がちょっと良くなった、個人的にはこっちのデザインの方が好きです。いやもうほんと寝る前でね、すごいなんかグダグダ感やばいし、声もなんかすごい変ですけど、デザイン変わりましたよねこれ。
このお知らせってそういうことか、ストリートなんとかみたいなかな。ストリートクリーニングって書いてあるから多分そうかな。ってことはここに書いてあるってことはスポーツも変わったのか。ちょっと見てみますね。これで終わりですね、動画は。うん、なんかデザイン変わってますね、やっぱり。お、色のあれが、わあ、かっこいい。わあ、今のいいっすね。あ、すごい、なんか、おなんかすごいテカってる。あ、かっこいい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 。あ、いいっすよ。あ、こっちのカラーリングはそこまでなんか、おーってのはないですけど、こっちなんかすごいアスファルトにね出てきそうな、この白とかさ、この黒とこの白いね。てな感じです。こんだけです、追加情報。はい、以上です。これで正式に動画をちゃんとね終わります。バイバイ。最後まで見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。お得な情報を配信している公式 LINE も概要欄に貼ってあるので、ぜひチェックしてみてくれ。それではまた次の動画で会おう。Let's meet in the next video. Bye.